初期投資を抑えて、リスクの少ないカテゴリーがあったら、辛いですね。不動産初心者におすすめなのは、簡単に言えば、数百万円の投資で。不動産投資の一連のね、流れ、すべてが。皆さん、物件情報足りてますか。ええー、儲からん不動産投資、不動産コンサルティングマスターの平山です。 儲からん不動産投資では初心者の方が不動産投資で失敗しないための情報をお送りしていきたいと思います動画の最後にさまざまな不動産情報を載せていきますのでそちらもぜひご覧ください今日はどんなお話ですか今日は不動産初心者が不動産投資を始めるのにおすすめの物件カテゴリーについてお話ししていきます不動産投資をね始める知識はついていてもやはり最初の物件を決断するのはとても勇気がいることだと思います ただし初期投資を抑えてリスクの少ないカテゴリーがあったら始めやすいと思います。 で実はね現在の世相を考えてこれまで物件のニーズが少なく手軽に始められる物件カテゴリーに注目が集まりそうなんです。この動画を見ていただくとアフターコロナで再注目を集める物件カテゴリーを知ることができて早い段階から物件を探しに動くことができて有料物件を見つけていくことができるので最後までご覧いただいて参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。 どんな物件が初心者におすすめなんですかはい、ズバリですね、不動産初心者におすすめなのは、地方中古戸建て物件です。ただし、地方中古戸建て物件と言ってもメリット、デメリットがありますので、そちらを説明していきたいと思います。で主なメリットはこの3つです。1つ目、物件価格が低く抑えられる。2つ目、売却しやすいリスクを抑えて投資経験を積めるがあります。 1>, 1つ目の物件価格がね低く抑えられるというのは竹古物件だと建物にねほぼ価値がなくて土地値でね購入するということができるんですでうまくすれば数百万円で土地付きのね戸建てを購入することもできますで2つ目のメリット売却しやすいっていうものは出口をね選択していくきに投資としても実需としても売却可能で土地値で安く買ってリフォームした分の価値を上げて売り出すことができるんです 3つ目リスクを抑えて投資経験を積めるというのは物件をね所有することっていうこと自体がね大きな経験ですしまたセカンドハウスとしてね利用できるんであれば物件の維持管理も学ぶことができますまた初期費用とかね税金のこと運営にかかるコストのことについても学ぶことができます。ここれは物件を持たなないいとと、ね、経験できないことできす で売却目当てでも出口戦略の経験も積めるし物件のそのエリアのニーズについても学ぶことができます、まあ、簡単に言えば数百万円の投資で不動産投資の一連のね流れ全てが学べるというのが最大のメリットですで、まあ、こうしたメリットはあるんですけど、まあ、もちろんねデメリットもありまして気になるデメリットというのがこちらになりますで主なものは1つ目現金購入で融資がつかない2つ目 建物に瑕疵がある可能性がある。3つ目、権利関係に問題がある可能性もあるということです。で、1つ目の現金購入融資がつかないというのは物件のね。そもそもそのエリアが金貨の融資対象から外れているということが多くあります。また、物件の状況とかま旧耐震で竹フだったりということで、まあ、不動産投資の融資のね。基準を満たしていないということも多いです。はい、ただし物件によってね。これは違うのでダメ元で。 金融機関に相談することはお勧めします。そうすると、まあ最大でね、半分ぐらい借りれたりすることもあるかもしれません。で、二つ目、建物にね、瑕疵があるというところなんですけど、まあこれはね、建物がやっぱ古かったりするんで、老朽化によってね、雨漏りしてたりとか、シロアリの害を受けたりとかしていることがあります。まあそのような場合ね、まあでもね、そこは最低限、地元の工務店とか建築会社の人、プロの人に一回見てもらって、まあね、最大のリスクをちゃんとね、把握して、 物件の状況を正しく理解してから買ってくださいで、3つ目の権利関係に問題があるということなんですけどもこれはまあ、そもそもね、接道の基準を満たしていなくて、まあ、再建築不可の物件があったりとかあとは旧法借地権の物件だったりということもよくありますだからといってね、投資物件として運用できなかったりとかあとは売却できないってわけじゃないんですけどこの点はね、よく理解して買っておかないと流動性がね、落ちてしまうという可能性も出てきます なので、しっかりね、事前に確認しておいてくださいで。なぜね、今ね、こういう話しているかというと、今ね、地方物件のねニーズをね、後押しするような現状が出てきてます。皆さんもね、よく目にしていると思うんですけど、まあこのようなね、ニュースね、見たりすることあるんだと思うんですよね。でそちらのニュースとかポイントはこちらになります。はい1つ目、アフターコロナの生活スタイルが変化しているよっていうニュースだったりですね。あと2つ目の、政府の地方移住が支援されてますよということ で3つ目で「脱東京の動きが加速してますよ」っていうこういった、ね、ニュースは、ね、よく今耳にしてると思います、まあ、こういったことは、まあ、この新型コロナウイルスの感染拡大でずいぶんね世の中が変わってきたということがありますでその流れでテレワークだったりリモートワークだったりが増えて会社に行かなくてね住んだりってことが徐々にね出てきてますでこうなるとやっぱりね都心にだけこだわるっていう必要もなくなってきた東京へのね利便性の高い地方であればそこにも注目が集まってきてますんで週の半分地方の半分 のセカンドハウスで生活する方のための多重拠点型の不動産サービスなんかも出てきてきますやっぱり東京にはね東京のニーズがあるので全く減ってしまうっていうことはないと思うんですけど地方分散の流れっていうのもまあ今止められないと思うんで今まで人気がなかった地方の戸建て物件にも注目が出てきてます。 なのでこの機会ね自分だったらどこに住みたいかなという視点で地方の戸建て物件をウォッチしてそこに投資していくっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。でこの地方のね動きっていうのがだん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 加速していくと地方の空き家問題の物件のね 問題解決にもなったりとか地方創生なんていうことも言われてますけどなかなかできてこなかったことが徐々にできてきたりとか、まあ、そして自分がねマイホームは、まあ、ね都心に1個だけってわけじゃなくてセカンドハウスをこういう地方に持ってっていうこともできたりすると不動産投資っていうことだけじゃなくて、まあ、社会貢献とかっていうことにも関わることができるかもしれませんなのでまあ自分のねセカンドハウスを使いつつ物件の管理を学びながら出口としての販売戦略を練ることもできて不動産投資のスキルアップができるということは、まあ、非常にね 初心者の方にとっては有益なんじゃななないいいかなという,ふうに思いますなのでまあこういった機会に安価でね物件を持ってリスクを最低限に抑えつつ不動産投資っていうのを体感する、えー、一歩進んでやっと実現させるっていういいタイミングなんじゃないかなというのは思います。 まあ今日はまあこういった脱東京から地方の流れですねっていうのをまあ意識した上でのねまあ地方中古戸建て物件の投資についてお話ししてきましたけどもまあ不動産のことまあその他のことでもまあコメントで質問いただければどんどん動画で答えていきたいと思いますのでよろしくお願いします最後までご覧いただきましてありがとうございました